今回は、怪獣8号コラボの星4号のキャラだね。今回結構これ優秀そうなんで、2体とも使っていこうかなと思います。性能に関しては、この市川レノ。貫通で魔法陣のダメオワープ対応で友情コンボ5評価になんで、ぶっちゃけ制限キャラって友情コンボがぶっ壊れてないとあんまり使われることないんですけど、レノの優秀なところは、この SS の短さ、そして暗転追撃ができるところだね。これがすごい優秀なんで、まあ、このラック90は、そのイハルくんの方が友情コンボぶっ壊れなんで、そっちの方が出番多いかなと思うけど、このレノに関しては、1体編成して、そのゲージ飛ばしようとして、やっべってつえ。これ使うような感じだね。だからこれを SS 使って、これお願い神様するでしょ？で、この停止した時に、追撃をするっていうのが、これ暗転。こんな感じで、全部の攻撃が入り終わるまで敵が死なないっていうのを8ターンで作り出せるっていうのが、すごい優秀なところだね。だからこれを使うことで、例えば、カミンユとか、今回の制限キャラのイハルくんとか、あの辺と組み合わせてやれれば、結構いけんじゃないのかな。まあちょっと死んじゃった敵に追撃するっていう、少しデメリットもあるんですけど。だから1体編成してなんか、追撃ワンパンとして使うみたいな感じだね。このメインヒロインの、市川レノくんは。メインヒロインはキコルなんじゃねえのって思う人もいるかもしれないけど、キコルとかミなんじゃねえのって思う人もいるかもしれないけど、怪獣8号のメインヒロインは、いやー、レノだと思うんですよね。いや、多分レノでしょ。いや、主人公のこと誰が一番考えてるのかって言われたら、まあ、レノくんでしょうし、誰が一番関係深いですかって言われたら、カフカと。いや、レノだろうし、お姫様抱っこ誰がされてるんですかって言われたら、レノくんだし、もう一番進んでるんですよね。関係性として。もうこれから？もうちょっと今は主人公のことを支えたいけど、まだ力が足りないみたいな感じだけど、この後強化入るんで、ちょっとプチネタバレだけど、もう市川レノの強化入っちゃったらやばいよ。もう第2弾来たら、星6レノくんは全然あり得るんじゃないのかな。いや、それちょっと見てみたいね。星6伏黒とかも、やってくれてるから、いや、それ合わせると、やりそうな気がする。で、これ剣持たせてよりワンパンの威力上げたいから、はい、置いといて。まあ、適当に何もしないで、ね、で、これもだからまあ横勘で置いとけばいいか。はい。よし、オッケー。で、次呼び出されるんで、プリスイーパー使って、プリスイーパーじゃない、パンダ使って、これ倒す。はい。で、次 SS 使って硬直入れるんで、あー、いいね。だからこの8ターンと追撃、3方向追撃組み合わせたら、結構いけそう。どうだろう、接待入れまくってるから、一撃ワンパンとかできるかな。これを友情コンボ入れて、はい。で、加速。よし、OK、風合い子。これどうだ？ズドン！うわ、強っ！ははは、5000万入った。で、凍結弾は、適当な敵に撃ったんで。別に関係ないですね。だこういうことが、まあ、今回アバロンでやってるから、ちょっとあれだけど、制限クエストとかだと、即必殺とか出てて、まあ、3手目とか、1手目とかに置いといて、まあ、1巡後の5手とかでワンパンするみたいな攻略、そんなんができると思うんで、今回のレノは、かなり優秀なんじゃないのかな。少なくとも1体は持っといて、即必殺つけて、そういうポジションとして、置いとくと、役に立つ場面っていうのあるかもしれないね。だから制限キャラとかで構成すると、こんな感じになるかな。特に草壁さんと相性良さそうね。3方向追撃で、意外といきますよ。で、お互いダメオ同士だけど、まあ、ダメオはあんまり関係ないかな。だからこれで SS 使って、拾いまくって、いろんな敵にこうやってズドンと当てる。で、停止弾は、凍結弾は適当にやる。こういう構成だね。こういう構成で組んだりするといい。だから特に、今、すぐ取ってくれる制限キャラは、あれだけど、呪術回戦引いた人だったら、草壁さん1、2体くらい持ってると思うんで、この組み合わせは、かなりいいんじゃないのかな。草壁さんもおじさんだからね。相性いいわ。そして、市川レノのヒロインが、イハルくんで。いや、これはちょっとこじつけ入るかもしれない。で、イハルくんが、まあ、友情コンボかなり強いんで、こっちはね、使われる可能性結構あるんじゃないかな。反射のキャラなんですけど、パワーオーラがついてる砲撃型の、ラウンドバーストっすね。なんか運営さんの中に絶対ラウンドバーストゴリ押し派の一人でしょ。なんかほんと他の友情たくさんあるよね。リフレクションリングだったりとか。なんか、
なんだろう、まあ、ワンパンで結構使われるから、その、別に悪い友情じゃないんですけど、なんかでも、なんかちょっと色々あるよね、みたいな。確か誰が、姫のパイセン。え、そうだね、チェンソーマンの姫パイから始まりの、で、次、ちふゆだっけ通り部の。で、今回の、イハルくんと合わせて、なんか、年一でラウンドバーストは、なんか強いキャラ実装しないといけないという縛りがあるのかな。なんかもっと色々あると思うんだけどね、ハイエナサーの星4号はまた、おいおいどっかの、あれで控えてんのかな。まあ、こうやってだから動きまくってなんとかできるっていうのが強いのと、あとは、超重力。で、マインスイーパーとか、ね、マインスイーパーね、魔法陣とか持ってるんで、この辺のだから、なんか制限でちょっとめんどくさいことが起こった時に、そういう魔法陣とかのひよことか、そこで対応できてるっていうのが、かなり、偉いんじゃないのかな。だからこれが当たることで倒せるか、これ。届かね。いや、でもこれもシード死んでる。だから超重力で速度も稼ぎやすいんで、これは結構使われるかな。一応、砲撃型のパワーオーラだから、今の環境の姫の先輩とか、地冬に比べると、ちょっと高いはず。だからラウンドバーストすげえ使うっていう人は、これ入れとくと、ラック90とか作ると、出番結構あるかもしれないね。これもだからズドンと。でもこっちは同時に爆発するんで、さっきの市川レノを使った、停止ワンパンとは別に関係ないから、まあそういう意味では色々と使い分けみたいな感じなのかな。で、これでズドン。はい。いや、これでも全部死んじゃうのよ。で、一応これ SS 使ったら、暗転攻撃になるんで、全部の攻撃入りますよと。だからこっちは関係ないけど、はい。これ戦んで、で、広がってって、停止するから、さらにダメージが入る。で、一応麻痺攻撃は持ってるけど、多分、麻痺はそんなに制限クエストでは役に立たんしょ。だそういう感じだね。だからお互いが、なんかいい感じに、そうだね、片方は、レノは、なんかその他のキャラとの組み合わせというか、そういう停止後の追撃系で輝くタイプだし、で、ズドンと。あ、でもさすがにここはちょっと残るか。いや、でも逆にこれは、ゲージ飛ばしいけるか。変に殴らない方が多分いいんだけど、パンダ使って。いや、これ死んじゃうかな。あ、意外といける。よし、これ3人分ズドン入るよ。どうか。終わっちゃった。あー、ちょっと前に、私ニラカナで地獄みたいな攻略やってたのに。もう今の環境は、星4個キャラでお手軽ワンパンできちゃうくらい、簡単になっちゃってます。そしたら制限クエストで最後使ってみようかな。だからこれを真面目に運用すると、まあ、パワー、ラウンドバーストに関しては、ぶっちゃけ、その SS での暗転っていらないんですけど、これズドンとやればいいだけだからね。まあ、でもラウンドバーストの友情自体はちょっと、まあ、気持ち良さもあると言えばあるけど、なんか細かい敵に届かないのが、私あんまり好きじゃないですよね。だからこの左下だけほら、ちょっと残っちゃってるのとか、こういうのがあるから、少し気になります案件。こういうのを、なんか、なんとかできる、なんだろう。まあ、そういうホーミングとか、そういうのがあったりすると便利なのかな。将来的には多分なんか、ハイエナサーとかやってきそう。で、これで、市川レノ。さあ、イハルくんが準備整えて、レノが、大きく動き回って、はい。これで、あれ、なんかすげえこれ減速する。あ、でも倒せる。いや、こういう感じだね。まあ、別にレノの暗転はちょっといらなかったかもしれないけど、原作再現がやりたかったんで、こうなりました。まあ、ちょっとこれで、ね、お互いヒロイン同士ということで、あとは、まあ、今後、なんか新しい未来を切り開いてくれることを信じて、あとレノは第2弾来たら、絶対星6だと思うんで、早くレノの星6バージョン、やってきたらいいかなと思います。アニメ人気やってください。ごきげんよう。